どうも、恵比寿ゴルフレンジャーのレッドです。どうも、こんにちは。今回の動画は、ちょっといつもラウンド動画とかレッスン動画とかそういうものとはちょっと違って、まあサムネイルとこの箱で分かる通り、僕がずっと欲しかったゴルフシューズ手に入れました。なんで買ったの？欲しかったかな。いやもうほんとずっと欲しくて、これが何かというとですね、エアージョーダン1レトロハイゴルフ、まあ、要するにエアージョーダン1のゴルフシューズです。で、僕世代の人間からすると、エアージョーダン1って言ったらもう本当に小学生中学生ぐらいの時って憧れで、もうプレミアがついちゃって何十万っていう値段になってたんですよね。僕はなんでこのスニーカーを知ったかというと、YouTube テレビかな、あのメジャーリーガーの田中将大投手と牧原、あの巨人、元巨人の牧原投手がゴルフをやってる番組があって、そこでね、田中将大投手がこのシューズを履いてたんですよ。うわ、めちゃめちゃかっこいいみたいな。もうその時もレンジ始めてたんで、赤じゃないですか、僕。で、赤いシューズ結構探してるんですけど、なかなかかっこいいのがなくて、なんかないかな、ないかなって思った時、ちょうどその動画を見て、もうめちゃめちゃかっこいいって思って、その動画の、なんていう、番組の内容とか全然頭に入ってこないぐらい、ずっとそのシューズ見て、なんだこれは、なんだこれはって、でいろいろ調べたら、買おうと思った時にはもう20万円ぐらいのプレミアついてたんですよ。で、定価2万1600円のはずが、もう20万とか10万とかで、某なんだっけ、フリマサイトとか探しても、まあ安くて8万9万、買おうかな買おうかなって、もう買おうかなって言って、明日考える頃にはもうすぐ売り切れになってたりとか、あとサイズが僕26センチなんですけど、スニーカー好きだと26.7、27.5 ぐらいまでゴールデンサイズって言われてて、まあ、人気のスニーカーっていうのはもうね、そのサイズっていうのはすぐ売り切れてプレミアになっちゃうっていう。で、やっと26センチのエアージョーダン1ゴルフが出品されてて、買いました。出た。お値段いいよ言わなくて、なんと10万円2万円のクス、10万円で買いました。やめていただきたい。いやー、これはね、ほんと欲しかった。もうこれで、もう満足。僕結構あのゴルフウェアとかプライベートだと結構こだわっておしゃれしたりとかするんですよ、お金かけてね。で、レンジャーやってるとさ、もう真っ赤、赤縛りじゃないですか。結構あんまいいのなくて諦めてたの。もうレンジャーでおしゃれするのは諦めようみたいな。だけどやっぱりおしゃれしたい、自分の中でね。そう、葛藤があったんだよね。そう、ウェアをなんかおしゃれ、全身赤だしね。そう、全身赤でちょっとかっこいいだろうこの赤コーデみたいな感じで思われたいなって思ってたんだけど、まあ諦めてた。どこに諦めててよかったの？諦めてたけど、とうとうこれが手に入ったんですよ。相談なしで買ったからね。はいはい、私既婚者ですけども、10万円の靴を買うっていうのはなかなかね、怒られるやつなんですけど、まあ、これだけに関してはちょっとごめんなさいって。今朝届いてびっくりしたわ。そう、買ったの本当にみたいな。ということで、ちょっとレビュー動画みたいになるんだけど、ちょっとやってみたいと思います。まあレビュー動画っていうか、まあ自慢ですね。ちょっと自慢したいな。あとこれからこのシューズ履いてラウンド動画撮るんで、
みんなに、まあ、そのシューズ履いてるんだっていうふうに思われたい。じゃあちょっとやっていきましょう。オウ！ゴールドジャンプマンロゴの箱。じゃーん！バーン！あれ？こういうのがあるとさ、もうパチモンじゃないんだな、本物なんだなっていう、なんか証明があるじゃない？さあ。そんな興奮するやつなの？まだ出てこない。行くよ。じゃーん。バーン！どうです？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 レトロ。はい。ゴルフです。よかったね。めっちゃおしゃれでしょこれ。ね、これね、いろんな人に話をしたら、ゴルフなのに冗談とかって言う人いるんだけど、いやいやいや、何をおっしゃる。マイケル・ジョーダンだってゴルフやってますから。だからある。これが。情報とかこの商品の詳細に関してはこちらでいろいろ出てると思うんでね。やばい、やばくないですか？そんなテンション上がるの？上がる上がる。もうやばいしか言えないんだけど、まあとりあえず、まあ、全部防水になってて、まあこの裏ソールに関しては見えます、うん、ゴルフのちゃんとこの爪、うん、変えれんのそれ？しっかりか、うん、変えられる。多分カスタムもできるようになってると思う。へえ、うん。まあ裏にもここにジャンプマン、赤のジャンプマンね。スイングした後にこう右足の裏がこの後ろから撮ったところを見れた時にんじゃんと毎回ジャンプマンあれやん、なんとかっていう。なんとかって何？スイングが面白い人いるじゃん。チェフォーソン。そうそうそう、チェフォーソンこんなになってから見えないんだけどこんないらないでしょ靴。いや、いるいるいる。もうなんかね、何か一種の病気なのかなと思ってるんですよ、うん、スニーカー収集病みたいな。やっぱこれみんな好きなの？いや好きでしょ。もうプレミアつく意味がわかんない。これいや手に入んないんですよ。では早速履いていきたいと思いますよ。ん？いいから、うん、USA の香りがする変なやつこういうのね、これはテンション上がるよね、こういうの撮るとかね。中の紙とかさ、新しい匂いする。じゃーん、なんで直したん？てて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 、てて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 、あ、なに？いや、なんでも、いや、サイズ合わなかったらどうしようと思って、ちょっと今だけ26だから、俺だって26だもんな。これでちっちゃかったらやっぱりプレゼントだね。いや、そんなことある？やっぱちっちゃかったですって。嘘でしょ、10万円だよ。そう、視聴者プレゼント。本当のとこってこういうとこあるよね。あるよね。これね、物買った時とかすんごい大事するんだけど。本当子供みたいだよね。いや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 、まああと10秒で履いてもらっていい？いやいやいや。では、お待たせいたしました、エアジョーダン1レトロハイゴルフ履きましたので、ぜひ見てください。ベンベン、どうですか、どうですか、どうですか？わかんないんだけど、かっこいいの？どうです、どうです、うーんってパー当たるじゃん、ここ注目ね。どうです？バッチリだよ。でしょ？
僕ずっとそのローカット、まあみんなローカット多いじゃないですか。この靴ハイカットなんで足首がうってうってキュッキュッてなる感じで、すごい安定してる。でソールがちょっと厚めなのでちょっと背が高くなっちゃう。でボルトの距離がちょっと高くなって、これ影響あるのかな。なんかデリケートの人だったら結構影響あるのかもしれない。レッドは俺は大丈夫だと思います、それぐらいは。まあこの靴を買ったからね、この靴に合わせたゴルフをこれからしていくんで。でなんかまあエアージョーダンっていうかあれなんですけど、これエア入ってんのかな、すごいなんかわかる、ポワン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 みたいな、わかんない全然、クッション性がすごいっていう感じで、今回はエアージョーダン1レトロハイゴルフのまあレビューというかただの自慢動画を撮らせて、そう自己満の嬉しくてね撮らせていただきました。ゴルフはおしゃれを楽しむ、楽しむっていうのもゴルフの楽しみの一つなんで、まあそれを忘れかけてたゴルフレンチャーレッド、これからおしゃれに赤いコーデを楽しんでいきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。スニーカー、靴がめちゃめちゃ大好きで飾っちゃうぐらい、子供もまだ娘10ヶ月なんですけど、で靴履かせたいなって。